ルトンネルの手前にあるあ、でも水間峠の橋だね、うん、勝馬京橋明治36年なんか読めないよね、絶対ね。でもここに宮中明治6年とかいっぱい書いてあるけど、これはちょっとよく読めない。愛知県？ここ愛知県じゃねえしな。これが奥多摩湖から流れてくる川。あれが白丸と白丸と白丸トンネル。これが白丸トンネル。奥多摩湖から流れてくる川。これが下流。今これ言ったでしょ。この人も若いやったんだ、うん、今はここに来て石切り行って、あとお寺神社ね、うん、神社、お寺もあるか、うん、鳩の巣トンネル、うん、鳩の巣、うん、どういうのかな、鳩の巣トンネル、うん、いいのここでしょ。でも駅がここにあって、鳩の巣橋があって、でもこれでこっからこう下に降りるっていく、ああ、こっち側に行くっていうことでしょ。これが411だから、今ここにいるから、これでしょ。あ、そうか、
あっち側に渡ったらここからこう、うん、ハトヌスの方に入って、カズマ京橋。ってことは、カズマ峠、カズマなのね。トンネル、風景カズマ峠、多摩川、いろいろ書いてありましたね。まあとりあえず勝間京橋撮影終了します。